あの、網沢さん。ちょっといいかな。撮影に使う機材のことで、相談が。って、あれ？何見てるの？へえ、確かに綺麗に撮れてるね。大丈夫。本当にカメラのこと好きなんだね。その話もすごく興味あるんだけど、機材のこと聞いてもいいかな？ソーダくん、何してるの？そっか、それで気合が入ってたんだね。頼りにしてるね。立花さん？さっきからじっと見てるけど、何かついてる？え、なんで？考えとくね。ねえ、草薙さん、演技ってどうしたらもっと上手くできるの？なんで？私、自分で演技した映像を撮って見てみたんだけどさ、結構、っていうか、かなり棒だったんだよね。特にラストのとことか、もっと感情入れたくて、どうしたら上手くいくのか教えてほしいの。ああ、それなら俺も聞いておきて、役者班の一員として手は抜けねえからな。わかった。教えるのはあんまりうまくないかもしれないけど。そんなの大丈夫だって。お願い、草薙さん。うん。ね。明日からは、いよいよ撮影か。今日まですごく忙しかったけど、その分、みんなと話す機会も増えて、前よりは自然に話せるようになった気がする。撮影、うまくいくといいな。ああ、これが今回のロケ地？網沢さんたちが探してきてくれたんだけど、ほんと、いい場所だよね。ここまで来ると、撮影が始まるんだって感じして、うずうずするね。アキト、ちゃんとセリフ頭に入れてきた？当たり前だろ。俺がとちるわけにはいかねえしな。さすが！気合の入り方が違うね。でもまさか、アキトが主演をやるなんて思わなかったな。まあ、仕方ねえだろ。そうだと背格好が似てるのが、俺しかいなかったんだからな。まあ、しょうがないんじゃない？人には向き不向きってあるし。そうだな。けど、アクションはお前の腕の見せ所だろ。スタントマンとしてよろしく頼むぞ。白石さんもよろしくね。主人公の料理人に助けられる女の子、大事な役だから大変だと思うけど、頑張って。うん。あ、やば。じゃあ後でね、草薙さん。ついに撮
影が始まるんだ。初めてのことばっかりだけど、監督として頑張らなきゃ。うん、ありがとう。役者の人たちは。いつでも行けるよ。大丈夫そう。最初に撮影するのは、暗黒料理人に襲われる村の女の子を主人公が助けるところ。物語でも一番初めの大事なシーンだ。ちゃんと成功させて、流れをつかんでいきたい。それじゃあ、行くよ、みんな。アクション。はあ、はあ、家までもう少し。お腹空いたな。ちょっとだけ。ダメ。これは病気のお母さんのための食料なんだから。待っててね、お母さん。今ご飯を持っていくから。白石さんの演技、いいな。ちょっと硬いところはあるけど、恥ずかしがってないから、自然に喋れてる。そんな、あなたたちは、うん、大丈夫。初めてだし、仕方ないよ。でも、なんて言ったらいいんだろう。自然の演技って言われても、難しいよね。やっぱり、本番って思うと緊張しちゃうよね。深呼吸して肩の力を抜くといいかも。それからまずは思い切り楽しんでみるといいって思うな。楽しむ？うん。演技をするのが初めての人が多いから、うまくできるかとかいろいろ気にして緊張しちゃうとは思う。でも大事なのは楽しんで役に取り組めてるかどうかだって私は思うんだ。うん。私も昔そういう気持ちを忘れちゃってうまくできなかったことがあったから、気持ちはわかるんだ。できたな。最初はどうなることかと思ってたけど、かなり順調だよね。それもみんなのおかげなんだけど。ないと思うけど、でもありがとう。
もらっておくね。あれ？私のおかげで？うん、みんなで一緒に頑張ろう。